スティーブ・ジャンセンは、イングランドのロンドン・シデナム出身の演奏家、作曲家、音楽プロデューサー。デビット・シルビーアンは実刑。1971年、兄のデビット・シルビーアンと共にギターを手にし、T-Rex のマーク・ボランやミッキー・フィンに影響を受ける。しかしスティーブは左利きであったため、1974年にドラムに転校。1976年、シルビーアン。 ミック・カーン、リチャード・バルビエリと共に、バンド、ジャパンを結成。バンドは1982年に解散。解散後は、バルビエリや高橋幸宏らとコラボレートし、実験的な作品を発表。坂本隆一、一風堂、土屋まさみ、アニーレノックス、アウニアガルバレクのサポートなども手掛ける。1985年には、バルビエリと共に、バージンレコード、 ベンチャーレコード、独立レーベルにわたって5枚のアルバムを発表した。さらに、バルビエリとカーンとのトリを JBK で、ポリドールレコードより4枚のアルバムをリリース。2005年、ローリー・アンダーソンの回顧展、時間の記録のイベントとして、8月8日に、クリスチャン・フェネス、小山田圭吾、スクール・スベリソン、坂本隆一とのユニット、FJOSS によるコンサート、 ザレコードオブザレコードオブザタイムに出演。2006年、シルビー・アン、バーント・フリードマンらとナイン・ホーセスを結成。2007年、自身初のソロアルバム、スロープをリリース。シルビー・アンのほか、ティム・エルセンバーグ、アンニャ・ガルバレクらが、ゲストボーカリストとして参加。2013年には、14分にも及ぶ、インストゥルメンタル曲、エグジット・ノースをリリースし、以降も、 散発的にソロ作品を発表する。2014年、トーマス・フェイナー、ウルフ・ヤンソン、チャールス・ストームと新バンド、エグジット・ノースを結成。2018年に4年かけて制作されたアルバム、ブック・オブ・ロマンス・アンド・ダストをリリースし、同年9月に日本で世界初ライブを行った。写真家としての顔も持ち、2015年には、 日本オリジナル編集の写真集、スルー、エークワイエット・ウィンドウを出版。2018年には、京都伊勢丹にて写真展も開催された。ありがとうございます。